長野県のある高原。朝7時、道の脇に車とテントが。おはようございます。関東地方から来たという阿部さん、ここに泊まり込むのは5日目だといいます。実は阿部さん、300坪の山林を100万円で購入。そこに自分が暮らすための小屋を建てるのだといいます。どんな小屋を建てるのでしょうか。設計図です。あ、設計図あるんですか。もうパソコンでちゃちゃっと作っちゃうって感じですね。設計図は先に作った人のブログを参考にしました。そして作り方もブログを参考。建築の知識や経験はありません。道具は中古品をインターネットで安く購入。コツさえつかめば小屋作りはそんなに難しくはないといいます。こだわるのは寸法の精密さ。すごいですね。寸法ももうミリ単位でちゃんとやられてるんですね。一応誤差5ミリでやってます。 5ミリ。性格は几帳面、そして真面目。さらに綺麗好きだといいます。阿部さんは大学を卒業後、システムエンジニアとして働いていました。しかし6年間勤めた会社を退職。お金を稼いでも別に欲しいものがなかったっていうか、実現したいことがなかったんですよね。働いてる意味が分からなくなっちゃって、まあ、すごい順調に、なんていうか一般的なコースを歩んできたんで、小中高大でその就職っていう感じで、一般的なその学校から会社っていうコースの外側に憧れみたいなのがあったんでしょうね、おそらく。退職後は働く気が起きず、実家で引きこもりがちな生活に。そんな時、偶然インターネットで小屋暮らしの存在を知ったといいます。一人の空間を作り、自分を見つめ直すために小屋で暮らすことを決めました。阿部さんだけではなく、今それぞれの価値観で小屋暮らしをする人たちが少なくありません。人生が変わった人も。一人で暮らしていく予定だったんですけど、そうもいかなくなっちゃいました。千葉県九十九里、ここに小屋暮らしのパイオニアがいるといいます。50坪の空き地を45万円で購入。そこに50万円で小屋を建てました。しかも場所は住宅街。パイオニアの吉田さんは、小屋の作り方や税金、建築法など小屋暮らしに関するさまざまな情報を発信しています。あんまりその煙突とかこういうの掃除してちょっと関係ないですよ。ああ、そうですよね。でもこれは薪ストーブ設置してたら定期的にやらないと火事になっちゃうから。すすがたまると引火して火災につながるといいます。失礼します。すいません。はい。部屋の広さは4畳ほど。電気は業者に依頼。パソコンも問題なく使用できます。ここが吉田さんの自宅です。吉田さんは高校を卒業後、食品関係の会社に就職。しかし人間関係が原因で退職。その後アルバイトも長続きはしませんでした。仕事クビになって、で、まあ、次の仕事を探さなきゃなと思ってたんですけども、うん、ちょっと働きたくないなっていうのもあって、うん、無理にそういう働かんでも何かこう、ね、過ごせる方法ないかななんて多分思ってたと思うんですよ。
そんな時にネットで小屋暮らしを知り、オークションで土地を購入。作り方もネットで調べ、一月で作り上げました。無理して働かなくてもいい生活とは一体どんな暮らしなのでしょうか。朝起きてまずすることは井戸の水汲み。業者に依頼して設置しました。井戸水は洗顔や洗い物に使用。飲み水は、これはスーパーで無料でもらえる水で、なんか買い出しに行ったついでに汲んできてるんですよ。水道代は0円。廃材を燃料にする薪ストーブ。冬は暖房、そして日々の料理に使っています。ガス代も0円。洗濯は意外にも洗濯機。以前は手洗いでやっていました。でも今洗う作業は洗濯機がやってくれるから、でも全然楽になりました。生活環境が辛くなったら無理をしない。意地を張ると小屋暮らし自体が嫌になってしまうといいます。この日食事をしたのはお昼近く。これは朝ごはん、一応朝ごはんのつもりなんですけど、今もう結構昼近いですよ。なんだかんだやっぱり作業してるとこんな時間になっちゃいますよね。無理をせずに自分のペースで動く。この先の家賃の心配もせず、完全な一人の空間で暮らせることが小屋暮らしの魅力だといいます。ある日のこと、食事風景を撮影している吉田さんの姿がありました。まあもやしとカレーは実際合うかって言われたら合わないけども、今日はカレーを作ってみました。実は吉田さん、YouTuberとして生計を立てています。小屋での暮らしぶりを動画で紹介して、広告収入は月4万円ほどになるといいます。まあ月だから4万ぐらいあれば生活できるから、その4万だけ稼げばいいから、そんなになんか頑張らなくてもいいんじゃないですかね。こんな生活を近所の人はどう思っているのでしょうか。結構ね、高青年でね、喋って、うちの母親とも結構話はしてますよ。あ、そうですか。一生ね、一人でああいう形で生活していけるのかなって書体持ったりとか、そういうことを考えてるのかなとか。今の生活には満足しているという吉田さん。しかし心境の変化は大切にしたいと言います。生活保護を受けることもなく、税金もちゃんと納め、自分の生きやすいライフスタイルを続けています。埼玉県秩父市、ここに小屋暮らしをきっかけに人生が大きく変わった人がいます。この小屋の持ち主の新井さん。なんかどう感じませんか。よく感じますね。なんでですかね。物少なくしてますからね。部屋は5畳、シンプルな生活スタイル。土地と建物合わせ60万円で作りました。会社勤めをしていた新井さんは、小屋暮らしが老後の夢でした。しかし待ちきれず会社を辞めて実現させました。今は公共施設を管理する会社でアルバイトをしています。このまま白骨化した状態で見つかればもう本望だなと思ったんだけどね。ちょっとそうもいかなくなっちゃいましたね。なるほどね。というのも、小屋暮らしをしたことで女性と知り合い、結婚することになったのです。そして同じ秩父に2人のためのちょっと大きめの小屋を作りました。まだ建築中ですが、すでに2人で暮らしています。2
人の出会いは地元のイベントで偶然出会ったこと。彼女が新井さんに興味を持ち交際に発展、そして結婚へ。部屋の作りは2人で共有できる空間を大切にしたといいます。これですね、天井も広いですね。そうですね、まあ、本当2人で住むには十分な広さになってますね。2階にはロフト、居住スペースは16畳もあります。1階はリビングのほかに作業デスク、そして2人の寝室。お子さんとかっていうのはあれですか？そうですね、欲しいとは思ってますよ。まあ、彼女も欲しいって言ってますし、自分の小屋が欲しい、部屋が欲しいって言い出したら材料費だけ買ってやって作り方を教えようかなと思ってるんですけど。この取材の後、子供を授かったことが分かりました。長野の山奥で小屋を建て始めた阿部さんを2週間ぶりに訪ねてみました。なんと壁が出来上がっています。ここがロフトにして、ここがベッドにします。あ、ロフトのベッド、はい、でここがキッチン、基本的にそんだけですね。取材を進めていく中で阿部さんの変化に気がつきました。いつも清潔にしていた阿部さんがひげも剃らず、寝癖も気にすることなく作業を続けていました。こういう作業してる時って どんなこと考えてるんですか？何にも考えてないです。何も考えてないですか？何も考えずに何かをする、それは会社員時代にはなかったこと。阿部さんは小屋作りを始めてから少し変わった自分に気がついたといいます。少しなんというか気にしなくなったというんですかね、あんまりくよくよしなくなったというか、今まではなんというか人にどう思われてるかとか、そういうことを気にしてしまうタイプだったんですけど、ちょっと溜まってたものを出すことによってまた次の一歩を踏み出せるんじゃないかなという気がしますね。その後、阿部さんはインターネット動画を扱う会社に就職しました。小屋の制作はまだ続いています。去年12月、東海地方のとある村、ヤギを散歩する一人の女性が、てんのかな、この子なんか冬だからこんな感じなのかな、なんかコロコロしてる。いろはさん23歳、ヤギの散歩が日課です。よし、戻りましょう。向かったのは一旦ヤギを行きます。祖父母が20年前まで使っていた牛小屋、その一角にこの小屋を建て、いろはさんは一人で暮らしています。中を見せてもらうと、広さは1畳半ほど。明るさを出すため壁には漆喰を塗り、自然光をなるべく取り入れるよう心がけました。こっちからバーって入ってくる光だったりとか、こっちからこぼれる光とかがすごい私の中で一番居心地がいい時間で、鳥の声とかも聞こえるんで、すごいここでゴローってして一日終わったりとか。実はいろはさん現役の大工さん、農業高校を出てから大工の養成所で学び、今でも現場に出ます。大工仲間から廃材をもらい、建築費はおよそ5000円、5日で作り上げました。バンキシャはあることに気がつきました。
鍵が鍵ついてないと危ないじゃない。鍵ね、かけようと思ってかけてないって感じですね。ごめんなさい。あ、危なくないですか。するとおもむろに道具を取り出し、さすが現役の大工さん、たった5分ほどでアイデアいっぱいの鍵が完成しました。この暮らしを始めたのは今からちょうど1年前、コロナの第1波が始まった頃、スーパーなどで物不足を目にしたいろはさん。農業高校時代の経験を生かし、実家近くの祖父母の畑を耕し始めました。その畑のすぐそばにある牛小屋に小屋を作ることにしたのです。バンキシャは小屋暮らしにハマる若者たちを取材。なぜ今小屋なのか、彼女たちの心の中が見えてきました。こうやって火をなんかぼーっと見るだけでも全然楽しいって思えるし、ご飯一人で作ってても楽しいし、コロナがきっかけで1年前小屋暮らしを始めたいろはさん。この日は竹を切って何かを作っていました。お正月飾りの門松です。だからインスタとか、 なんか身内知って、私のこと知ってる人の周りで販売してる感じですね。門松作った1個200円で売ってますみたいな。1月に必要な費用は社会保険料などを含めておよそ5万円。小屋での暮らしを動画で配信し、数千円の収入を得ているといいますが、時々頼まれる大工仕事のほか、貯金を切り崩して生活しています。実はいろはさん、小屋暮らしを始めるまでは自分の生き方に悩んでいたといいます。今私にできることを、今どうやったら今自分が楽しめるかっていうのを考えた結果が、こうやって小屋作りだったり農業だったりっていうことだったんですかね、コロナの中でも楽しめる結果をすごい見つけ出したって感じなんですかね、この生活をするっていうのが。めちゃめちゃあったかいんですよ、私の最近のこたつ、一人こたつ彼女がたどり着いたのは今の自分を楽しむこと。バンキシャは以前、秩父の山奥で小屋暮らしをする男性を取材しました。会社を辞め五条の小屋に暮らし始めた新井さん。このままこの小屋でずっと一人暮らしを楽しむつもりでしたが、ちょっとそうもいかなくなっちゃいましたね。なるほどね地元のイベントで知り合った女性と出会い暮らすことに。元気に暮らしているのでしょうか。2年半ぶりに訪ねてみました。2人で暮らすために新たに建てた小屋は、今ではその隣に広いウッドデッキが作られていました。なんとここで2人は結婚式を挙げたといいます。そして子供も生まれていました。待ってくれて、まだ生まれてなかったもんね、生まれた時ね。ゼンちゃんは明日1歳の誕生日を迎える男の子。新しい家族が加わったこの小屋、1階はリビング、そしてこちらが寝室。居住スペースは16畳もあります。
本格的な冬に備えて夫婦揃って始めたのは薪割り。全然薪割り機のこのうるさい音にも全然動じないからびっくりです。この薪を使って何をするのかというと、この日は息子と露天風呂。無事な。コロナで友人たちが来られなくなりましたが、息子と過ごす楽しい時間が増えました。千葉県九十九里、ここで小屋暮らしをする吉田さんを訪ねたのは2年半前。吉田さんは50坪45万円の土地を買い、そこに小屋を建てました。仕事クビになって、でまあ次の仕事を探さなきゃなと思ってたんですけども、ちょっと働きたくないなっていうのもあって。会社の人間関係に疲れて小屋暮らしを始めた吉田さん。自らの暮らしを動画サイトで配信すると、およそ3万人の登録者を集めるほどの人気に。収入は動画サイトで月4万円。一人で生活するには十分だと語っていました。去年12月、久々に彼の小屋を訪ねてみました。以前よりいろいろなものが増えていました。少し髪が伸びた吉田さん、34歳。こんなのありますか？これ、はい、ああ最近作ったんですよ、これ、前来た時はもうほらこれだったじゃないですか、はいはい、以前は井戸から手押しポンプで水を汲み上げていましたが、吉田さんは新たに井戸を掘り電動ポンプを取り付けました。今では蛇口をひねれば水が出ます。さらに、何ですかこれ？これ太陽熱温水器の操作パネルなんですけど、太陽の熱で水を温める温水器も設置。以前はお湯を沸かしタンクに入れて浴びていたシャワー、それが蛇口をひねるだけで温水まで出るようになっていました。そして大型冷蔵庫も設置。すっかり暮らしが充実していました。その理由は、去年9月に結婚した妻の和美さん。彼女の喜ぶ顔が見たくて次々揃えたといいます。2人の出会いのきっかけは吉田さんの動画。優秀なトリマーとして独立を目指して懸命に働いていたという和美さん。偶然吉田さんの動画を見て生き方を考え直したといいます。彼女から声をかけ話を聞いていくうちに、吉田さんの生き方に惹かれ、ついには小屋で一緒に暮らし始めました。小屋暮らしをしている人に惹かれたっていうよりは、たまたま惹かれた人が小屋暮らししてたぐらいの、私の中ではそういう感覚で。実は結婚する前、和美さんの母親が小屋を訪ねてきました。私が、幸せであれば、いいっていう感じで、はい。和美さんは趣味だった家庭菜園を本格的に始めました。大根と、これはニンニクですね。2人の生活費は月6万円ほど。以前より2万円増えただけ。動画配信の収入は多い時で月10万円を超えるといいます。彼女はトリマーの仕事に戻る予定はないといいます。
料理担当は吉田さん。あ、やっぱり、うん、2人で食べる方がいいですよ作った甲斐があるなと思いますよね。そう言ってもらえると嬉しい、うん、2人で暮らすようになってから気づいたことがありました。周りの人から顔つきが穏やかになったねって言われるんですよ。そういう風になったのかなって。昔はやっぱり険しい顔して小屋暮らししてたんだなって思いましたね、それ聞いて。はい、人と会うことを避けるために始めた小屋暮らし。今ではこの生活がきっかけで家族ができ、新たな小屋暮らしが始まっていました。金曜日の夜、東京豊洲のマンションに暮らす高崎さん一家を訪ねました。正雄さんと明子さんは共働きで、子供が2人の4人家族です。都内の高校に通うひなのさんと小学6年生のまはなさんです。今度はい、受験です。今一日どのぐらい勉強してるの？5時間、4時間くらいですかね。勉強も終えた午後9時ごろ、はい、電気してきて、はい、一家は週末を別の場所で過ごすため自宅を出発、東京を後にします。渋滞もなく2時間半の道のり。目的地に到着したのは深夜0時近く。月に2回ぐらいですかね、週末に来てます。実はここ一家のもう一つの暮らしの拠点なんです。受験生のまはなさんは、おやすみなさいさすがにお休みモード。夜が明けると朝日に映える山の風景。ここは長野県上田市。おはようございます。おはようございます。一家が週末を過ごす場所です。おはようございます。大きな窓を開けると目の前には畑が。上田市さんの方でこの畑とこちらの、まあ、あのちっちゃなあの家とをセットで、走っていただいている形になります。畑に宿泊施設がついたクラインガルテンと呼ばれる滞在型の市民農園です。都会の人に農村地域とのつながりを持ってもらえればと、今年4月上田市が開園しました。コロナ禍で田舎暮らしが注目される中、9区画すべてが契約済みです。100平方メートルの畑と建物で利用料は年間56万円。中はロフトのある7畳ほどのリビング、薪ストーブもあります。キッチンにトイレ、浴室も完備されています。でタオルとか洋服とかも置いて、置きっぱなしにしていて、もう荷物少なめで来るっていう形ですね。都会生まれの子どもたちに自然豊かな暮らしを体験させたい、そんな思いから東京と長野との2拠点生活を始めたのです。子どもたちも農作業を楽しんでいます。季節に合わせた野菜作りに挑戦。こうやって作ったりっていうのは好きですね。長野来ると朝、なんなら学校行くよりも早い時間に目覚めて有意義な一日を過ごせますね。中学受験を控えたまはなさんは、東京とかだとなんか
なんか宿題しなきゃとか宿題しろとか言われてすごい疲れるんですけど、やっぱり長野来たらなんか親たちもちょっとはゆっくりしていいよって言ってくれるから心のゆとりっていうか楽しみます。地域とのつながりができるのも二拠点生活の魅力。土作りから種付け収穫まで地元の農家に教えてもらっています。藁でこう縛って、おお、で食べる時に抜いて、我々にとっての先生です。こういった中でご縁があってね、上田のこういった地に来ていただくっていうのは本当に嬉しいですもんね。本格的に移住をするのでなく二拠点の暮らしが今の自分たちには合っているといいます。実際自分の仕事のことだとか子どもたちもの学校のことだとか考えると、なかなかこう我々子育て世代っていうのは移住まで踏み切るのって難しいなっていう、そういう中で二拠点居住っていうのがいいとこ取りといってはなんなんですけども、できるんじゃないのかなっていうので、この日の収穫はネギとほうれん草とさつまいも。さらに田植え祭り参加してくれて、今年取れたお米なんですよ。近所の農家伊藤さんが持ってきてくれたのは今年の新米。私と母親でなんか田植えをした時の多分お米だと思います。バッチリその通り。実は今年真花さんは地元の人たちと一緒に田植えに参加していました。その新米がこの日の昼食になりました。いただきます。さてそのお味は？熱っ。おいしい。おいしい。うん、おいしい。自分が作った中の人にってなんか思うと、やっぱりなんかもっとなんか美味しく感じられます。うん、おいしい。自然の中での贅沢な時間ですね。二拠点暮らしのスタイルは様々です。ここは千葉県の最南端、南房総市。かつて小学校の校庭だった場所に18棟の小さな建物が建てられています。価格は1棟300万円。去年2月にここを購入した西岡さん一家、普段は埼玉県川口市で暮らしています。まあ、週末だけこっちに来てリフレッシュというか、まあ、違う生活なり視点で過ごすという、まあ、子供が思うんですけど、場所がいくつかあると心の広がりも生まれるのでいいかなと。中を見せてもらうと、これ6畳ぐらいですかね。6畳ぐらいで、もう寝るだけですね。キッチンやバス、トイレなどは共用で別に用意されています。すでに18棟が全て完売。でも新型コロナの感染拡大後に問い合わせが増え、現在40組もの中古待ちがいるそう。もともとキャンプ好きの西岡さん一家、普段はコロナ禍で家にこもりがちの子どもたち、週末にここに来てのびのびとした時間を楽しめるのが魅力です。最初はどうでした？最初はちょっと、家のローンも払ってないのに払い終わってないのに買うってもう一個ってどういうことって思ったんですけど、まあ、来てみたらすごいのどかなところで広いですし、今までとは違った世界が広がるかな、見えるかなっていうので。そんな家族が今ハマっているのが海釣りです。この日は東京から来た藤田さん一家と共に釣りに出かけます。藤田さんも同じ場所で二拠点生活をしていて家族ぐるみの付き合いです。さてこの日は何が釣れるのでしょうか。6時間後、
釣れたのは、え、これなんていう魚？ホウボウ。ホウボウとニテオリダイ。ね、鳴くんだよね。ボウって鳴くの。さっき聞いたから。釣った魚は早速共用キッチンへ。なんと子供たちがさばきます。まだ小学3年生ですが、最初は危ないかなと思うんですけど、思った以上に器用にできるし、上達も早いから私より上手かもしれない。都会の子供は魚の切り身が泳いでると思ってる子供もいるらしいんで、まあ、自分の子はこうやって生きてるんだっていうのを理解してもらいたいなと思いますね。子供たちの見事な手さばきでお刺身に。残った身はあら汁にしました。いただきます。いただきます。ありがとう。食べたユーゴくんお刺身、うん、美味しいね。コリコリ、これはこれか、うん、うまい、ね、2カ所があると2倍以上の楽しみがあるかなというふうに思います、うん、楽しく。また次は何をしたいかな、考え中。都会と田舎それぞれの良さを味わえる2拠点生活、新たな暮らしの一つになりそうです。夫は山の中で木を切り倒し、妻は牛の世話をしていました。夫婦で目指しているのは、まあ、小規模の酪農、あの自分で加工して販売するとこまでやるっていう。小松夫妻は2人の子供と東京の世田谷区から1年前に移住、全く新しい生活を始めました。夫の郷さんは東京で一級建築士として会社を経営していて、妻のひろみさんは保育園の園庭や公園のデザイナーです。やっぱ最初は世田谷からこっちに来るときは、まあ、ダメだったら、あの無理だったら帰ろうみたいな。牧場作りに夢を託した小松一家の奮闘ぶりに密着しました。千葉県いすみ市、小松さん一家は去年田んぼの中のアパートに移り住みました。長男の蒼太くんは小学6年生、妹の玉木さんは小学4年生です。郷さんが移住を考え始めたきっかけは、東京で自然を生かした保育園をいくつも設計したこと。やがて自分も自然の中で暮らしたいと思うようになったそうです。しかし移住先で暮らしていくためには仕事が必要。それが何かっていうのを探してた時に、まあ、小規模の酪農、あの自分で加工して販売するとこまでやるっていうモデルがあるのを知って、それでやってみようっていう。調べてみると千葉県には小規模の牧場が多く、牧場作りには補助金などの支援があると分かりました。郷さんは牧場を作る土地を探し、見つけたのはアパートから車で20分ほどの山の中の使われなくなった田んぼと林。この場所を借りることができました。パーツ持ってくのある？パーツはいらないと思う。この日は家族総出で牛を休ませるための小屋作り。こう角度が決まってて、うん、ここに刺していけばいいのね、うん、そうするとここの長さだけその刺していくと。設計図は建築士の郷さんが書きました。父親の設計図をもとに小屋を組み立てる子どもたち。これは郷さんが描いた完成予想図。敷地全体に牧草を植え、牛は放し飼い、牛舎はビニールハウスで作る計画です。
牧場の収入が得られるまでには3年ほどかかる予定。その間の生活費はいずれ住宅資金にと貯めてきた貯金。そしてもともとやってた設計の仕事も、まあ、ペースダウンはしてるんですけどありますし、うん、あと、まあ、まあ数年生きるぐらいの蓄えは一応あるので、数年ってことはないかな、 1,2 年郷さん、設計はお手の物でも機械を使った現場作業には慣れていません。思うように作業が進まず、プロの林業できる人、農業できる人と現場を見て郷がやりたいことを言って、そうね、うん、楽しんで開拓してる暇はない、うん、そう、暇はないこの牧場への挑戦には子どもたちへの思いも込められています。郷さんが移住生活を考え始めた頃、新型コロナの感染が拡大、休校が長引いたことをきっかけに子どもたちが不登校になってしまいました。その時思ったのは、子どもは子どもの人生があって、親にも親の人生があるので、僕は親としては好きなことをやってるっていうところを、まあ、見てもらえれば、その後の子どもの人生は選択肢がある程度増やせる。やりたいことをやっている姿を子どもたちに見せることで何かを感じてもらいたい、そんな思いもあり牧場作りを決断したのです。郷さんは週に3日近くの牧場でアルバイトをしています。働きながら牛の育て方などを学んでいるのです。牛はさ、本当に真面目でさ、もう嘘が通用しないっていうか、なんやったふりとかそういうのは通用しないんだよね。小松さん真面目だし、うん、動物好きだしと、牧場主の高橋さんも郷さんの頑張りを見て応援しています。牧場作りは一歩ずつ進んでいます。これじゃあもう一回近くない？実はアパートの庭で一頭の牛を飼い始めていました。生後半年のオスの子牛、名前はイチ。小松家の牛第1号です。牧場の完成はまだ先ですが、イチに早く慣れてもらうため、もうすぐあの牧場に連れて行き放し飼いをするのです。4月になり重機が導入されました。ひろみさんの助言通り、この日はプロの助っ人が手伝ってくれたのは鉱山さん、牧場を経営している郷さんの先生です。重機を使い土を固めてどんどん道を作っていきます。だんだん一の暮らす場所ができてきました。でも夜になると誰もいなくなるので、柵があるとはいえ一を残すのは気がかりです。ちょっと心配、思った以上に、なんか脱走しちゃうのが、まあ、まずは心配です。心配だよ。けどまあなんとかなるだろうって。希望と不安を抱えての牧場作り。イチを牧場に連れて行く日がやってきました。10時半ぐらいから散歩して11時に乗せて出発するっていう感じで、ちょっとまだバタバタします。イチがあの場所を気に入ってくれなければ牧場経営は始まりません。ここが最初の山場です。牧場でイチを待っていたのは同じ年頃のメスの子牛でした。名前は花。ここで暮らすイチのパートナーとして知り合いの牧場から譲り受けました。
あんまり。一は生まれてすぐ小松家に引き取られたため、他の牛と過ごしたことがありません。え、けどあんまり一に興味を示さないね。一はめっちゃ興味津々だよ。花に威嚇され、一は逃げてしまいます。そこで、移住生活にもすっかり慣れた蒼太くんが。ちーちゃん頑張れよ、お前。本当に頑張れよ。郷さんは、ここをどんな牧場にしたいのでしょうか。あの牛と人が一緒に暮らせる場所みたいなところ、そんなふうイメージですけど、今年の夏には、イチと花が暮らすこの場所が、きれいな牧草地になる予定。将来は、林の中にキャンプ場やツリーハウスも作りたい。小松さん一家の夢は膨らみます。千葉県の南東にある田園風景広がる町。そこに都会から引っ越してきた家族がいました。いただきます。いただきます。一家のお父さんはオーストラリア人、そして日本人のお母さんと3人の子供たちの5人家族です。そのうちの庭では、どいてよ、42羽の鶏にヤギやウサギなどたくさんの動物たち、そして馬が6頭。動物たちとの生活に子供たちはかわいい。そんな子供たちの遊び場は、ちゃんちゃちゃん、赤ちゃんの東京だるま。そこには都会では味わえない自然がいっぱい。そして大空の下、焚き火で焼いたマシュマロは、うん、甘い。しかしそんな家族にも不穏な気配が。なんか都会来たい。なんか最近都会の方がいい。突然長女が都会に戻りたいと言い出しました。一体何があったのでしょうか。外国人パパと始めた動物たちと農家生活、家族5人ドタバタ奮闘記、その4回目。こちら千葉県いすみ市。この田園風景広がる街を私たちが初めて訪ねたのは去年4月のこと。いただきます。一家のお父さんは一度言い出したら聞かないオーストラリア出身のラグレカ・デミアンさん49歳。お母さんは多少のことでは動じないユキコさん44歳。おてんばでしっかり者の長女のサラちゃんと、お調子者だけど優しい長男のカイ君、そしてマイペースでのんびり屋次男ヒロ君の5人家族です。築100年以上の古民家と田畑を買い取り、農家をしながら暮らしています。しかしそんな家族の主を重い病気が襲いました。デミアンの病気は、もう治らないので。去年7月デミアンさんは突如呼吸困難になり、肺の重い病気だと診断されました。さらにその後、背骨を骨折していることも判明。治療のため家族と離れ入院することになりました。念願の田舎暮らしだったのでパパなしだと意味がない、ね、パパママに泣いちゃった。家族は再びみんなで田舎暮らしができることを願っていました。あれから4ヶ月、あの家族は今どうしているのか。Good morning. 笑顔で迎えてくれたデミアンさん。体の方はどうなんですか。OK. OK.
以前の元気さが戻っていました。とりあえずはね、なんか危機は出した感じです。背骨の方が大丈夫でした？背骨はね、くっついたみたいで。実は去年の年末、デミアンさんは背骨の治療を終え退院。その後徐々に薬の量も減り、今では月に一度検査のため通院するだけだといいます。でも医師からは農作業は止められているそうなんですが、じっとしているのが嫌で退院後すぐに仕事を再開。今まで通りの農家生活を送っていました。もう止めません。止めたら逆に弱っていっちゃうかもしれないし。みんなの心配をよそに農作業に励むデミアンさん、頑固なパパに家族の心配はつきません。午前の作業を終え、夫婦で向かったのは家の裏にあるヤギ小屋。ヤギたちはご飯が待ちきれず、ご覧の様子。すると、なんとも大胆な餌やり。だいぶかぶってますけど。その餌を美味しそうに食べているのは、3ヶ月前に生まれた白ヤギナナの赤ちゃん。名前をコットンと名付けられ、また新たな家族が増えました。この大きなおならをしたのは、去年4月に生まれたヤギのラッキー。おっぱいを元気いっぱいに飲んでいたあのベビーヤギは、ヒゲを蓄え、今ではすっかり立派なオスヤギに。そして隣の小屋では、鶏がちょっと苦手だったゆき子さんも掃除の手伝い。自然ほら。鶏平気になったんですか？だいぶ慣れたでしょ。そうなんですよ。こんなドロドロの素手でつかめるようになって。と言って手にしていたのは鶏用の水入れ。糞なのか泥なのかよくわかんない。でもつかめると。そう、つかめる。ゆっこさんはこれまで鶏小屋に入ることができませんでしたが、今では世話をすることもできるようになりました。掃除の後は日課になった卵の回収。前回訪ねた時はリフォームしたばかりの小屋から鶏が次々と脱走。卵はあまり取れなくなっていましたが、今ではご覧の通り、回収した卵がこちら。その数なんと28個。平均30個ぐらい。1日に。うん、へぇ。もうそこから。あ、本当だ。脱走しない。小屋に脱走を防ぐ対策をしたので、再びたくさんの卵が取れるようになったそうです。で、食べきれなくなった卵は、週に一度車で20分のところにある農産物直売所に卸しています。1パック500円といい値段で売れているそうです。お昼時、この日デミアンさんに呼び出され、ゆき子さんが向かったのは管理に困った近所の農家から無料で借りている畑。綺麗よね。綺麗ね。デミアンさんはゆき子さんにこの桜を見せたかったようです。満開の桜のもと、夫婦2人で食べる昼ご飯は、家の庭と違うからいいね。すると突然、ゆき子さんを笑わせようとデミアンさんがおどけ出しました。 Don't play with food. It's not playingおおおおおお、今年50なんですよ。もうどうにかして。
デミアンさんの遊びは止まりませんが、元気になったみたいでよかったです。その数日後、この日長女のサラちゃんが見せてくれたのはひよこたちの小屋。実は一月前、鶏が産んだ卵を9羽孵化させていました。でもサラちゃんはあんまり嬉しくない。めっちゃちっちゃい頃は可愛いけど、シャワーもしやすい。大人になったら臭い。このひよこたちには長男のカイ君が名前をつけたそうで、こいつが KFC、そっちがチキンナゲット。チキンナゲット誰てめえ誰かチキンナゲットって言った。 KFC ってどういう意味？知らない。ケンタッキーフライチキン。やっぱりそうでしたか。でも食べる予定は全くなく、卵をもらうつもりだとか。お昼前、次男のヒロ君はお母さんに言われ少しお手伝い。ニワちゃんに餌あげるぞと言って向かったのはニワトリ小屋。するとその入り口には、腹をすかせたニワトリが殺到。これを見てヒロ君が向かったのは小屋の裏側。ここからやったら中に行くチャンスがない。小屋の裏から少し餌をやり、隙を見て正面から入る作戦です。餌の多くは小屋の外に撒いちゃいましたが、この隙に、見事作戦成功。なんとかニワトリに餌をやることができました。お昼時、台所ではゆきこさんが昼ご飯の支度。この日は子供たちのために収穫した大豆で作った味噌と家の田んぼで採れたお米を使って焼きおにぎりを作ることに。一緒にやろうよ。ニワリズム乗って面倒くさい。私の子ですね。料理が嫌いなゆきこさん、でも最近はデミアンさんの健康のために料理をすることが多くなったといいます。しかし、あ、成功1個だけでした。まあ、こんなもんですね。できたのはこちら、大豆の甘辛揚げと焼きおにぎり。家で採れたもので作った昼ご飯は美味しい。本当に美味しい。美味しいね。うん。次男のヒロ君も美味しそう。しかしそんな家族に不穏な気配が。なんか都会行きたい。なんか最近都会の方がいい。突然長女のサラちゃんが都会に戻りたいと言い出しました。でも最近田舎暮らしも楽しくなってきたって言ってたじゃん。それは前。だからさ、中学生に川崎の方の受験。受験すんの？うん。以前暮らしていた川崎市の中学校に通いたいというサラちゃん。ゆっこさんはこの時初めて耳にしました。でもサラちゃん、なぜ都会の中学校に行きたいの？なんか制服が可愛いし、あとなんかおしゃれの子がいっぱいいそう。だってこっちだとダッサいヘルメット行って登校しないといけないからさ、うん、やだよダサいヘルメット。今年小学5年生になった長女のサラちゃん、いつの間にかおしゃれに興味を持つ年頃になったようです。家族で田舎暮らしを始めて1年。この日は以前から準備をしていた田植えの日。去年はおよそ28アールの田んぼで350キロの米を収穫。
家族の1年分のご飯を賄うことができました。さあ順調に田植えスタートかと思ったら、開始早々車輪が田んぼにはまり身動きが取れない状態に。あえなく田植えは一時中断。そこで近所に住む友達に頼み、ショベルカーを緊急出動。田植え機を引っ張ってもらい、無事脱出することができました。はまりやすい田んぼは後回しにして別の田んぼに行くことに。しかし、今度は田んぼに入る前にはまっちゃいました。ギブアップ。え、ギブアップ？今年のお米は一体どうなるの？家族5人で田舎暮らしを始めたラグレカさん一家。この日は大事な田植えの日。しかし、田んぼに入る前に車輪がはまっちゃいました。ギブアップ。やむを得ず一息入れることに。しかし田んぼとの格闘は終わりじゃなかった。その後も少し植えては車輪がはまり、結局田植えを終えたのは日没直前。およそ8時間かけ全部の田んぼに苗を植えて、今年の田植えも無事終了。いただきます。いただきます。この日食卓に並んだのは回収した卵を使った親子丼。家族みんなで田舎暮らしを始めて1年。これからもいろいろとありそうですが、ゆっこさん、この1年いかがでしたか？あっという間だったし、もう前半から病気してくれちゃったから、それも大変だし、うん、どうぞ。生きてるからよかった。ちなみにデミアンさん、2年目の目標は何ですか？ハッピーワイフ、ハッピーライフ。Stop smoking. And stop smoking. そう、何よりも健康が第一です。これから家族にどんなことが起きるのか、私たちはこの取材をさらに続けようと思います。美しい美しい、嘘、これ、お、すごい。6人家族の宇治原さん一家。コロナ禍で2年前に都会のマンションを離れ、里山暮らしを始めました。飯田しっぺは IT 関係の仕事をしているお父さんでした。一番は子育てっていう部分が。そうでしょうね、地方に来るとなんかこう昆虫取り行ったりとか、自分たちの好きなことやってればなんかみんながすごいハッピーになれるんで、それが一番。子供たちに都会ではできない経験をさせたいという思い、コロナ禍でリモートが増えたことも背中を押しました。パソコン教室の先生をしていたお母さん、まゆかさんも移住に賛成。一家で移り住みます。するとお母さんに変化が。なぜかトラクターを運転しています。移住をきっかけに変わったお母さんの人生、その理由とは。宇治原一家が移住したのは、今も田園風景が残る千葉の久留里。それまではショッピングセンターなどで遊ぶことが多かった子どもたちですが、今は毎日外で遊んでいます。はい、どうもありがとう。どうもありがとう。カエルの卵あるよ。
丸い。おたまじゃくしの形してるね。おたまじゃくしね。東京とこっちはどっちが好きなの？こっちの方が好き。友達と離れるのが寂しかったという長女せいなさんも今では楽しく過ごしています。そんな里山暮らしで母まゆかさんに変化が。自然豊かなこの地域で暮らす中、あることに気がついたのです。あちらに見えるのが、まあ、放棄された状態なんですけど、あれは30年ですね。30年放棄されてしまった。農家の高齢化が進み、多くの農地が耕されることなく荒れ地状態になっていました。そこで、自らの手でこの土地を復活させたいと、農業を始めることを決意。そこをこう一望できるこうオリーブ園にしたいなっていうのが夢です。すごい。千葉県は気温や降水量などがオリーブ栽培に適していると分かり、オリーブを作ろうと考えました。しかし、長年放置された農地の再生を一人でやるのは限界があります。思い立ったら即行動のまゆかさん。なんと小さなトラクターを購入したのです。荒れた農地を安く提供してもらい、再生に向け動き始めました。引っ越してきてもう地元がこちらになったので、まあ、地元をきれいにしたいっていう気持ちが大きくなって、学校で農業を学び農家をするための資格も取得。38歳にして農家デビューを果たします。都会ではできなかった経験に子どもたちも大興奮。でも荒れ地は雑草の根が地中深くに広がり、地道な作業が続きました。そんなある日の昼食を覗くと、できました。鹿肉ミートロールです。すごい。この地域では地元の漁師が取った鹿やイノシシの肉を一般向けに販売しています。お肉どう？うん、おいしい。おいしい。うん、おいしい。あとお肉取って。デザートも地元のお米から。米粉を使った手作りロールケーキです。その土地の食材を楽しめるのも里山暮らしならでは。そして農園はというと、およそ1ヶ月かけて農地を整備しました。いよいよオリーブを植えられると思ったら、新たな問題が。こうなってる、こんな感じで。これイノシシ？これイノシシの足跡です。ここにも。この地域では猿やイノシシなど野生動物による農業被害が頻発しているのです。果物とか野菜の一番おいしいところだけを一口かじってピッて捨てて。そこでまゆかさん、輪作を、春作業を行いたいと思います。電気が流れるネットを農地に張り、害獣対策をしようというのです。とはいえこの広さ、一人では到底無理。そこでこの日は頼もしい仲間が作業に参加してくれました。皆さん、こういつかは農業をやりたい、まあ、そこで皆さん知り合ってちょっと結成をしました。女性だけの農業サークルです。通っていた農業の学校で知り合った同年代の女性たちがまゆかさんの呼びかけで参加してくれました。板橋に住んでたんですけど、今月あの市川の北の方に移住して、でちょっとずつ農業の勉強をしているところです。子育て一段落して。そうですよね、女の人はね。メーカーの指導のもと電作に挑戦します。この日は長女のせいなさんもお手伝い。
すごいかっこいいなと思いました。農業楽しいとか言ってて、せーのもやりたいなみたいな。娘との共同作業みたいな。最後にソーラーパネルの本体を設置して完成です。それからおよそ2ヶ月後、ようやくオリーブの苗木を植える作業です。おー、カイ君すごい。力強いね。この日はお父さんもお手伝い。まゆかさんの勢いに押されたのか、農業にハマっていました。どうやって勉強したんですか？今流行りやっぱ YouTube YouTube ですごい先輩方がいっぱい出してるんで、あれを仕事終わってから見てですね。以前より夫婦の会話も増えたといいます。あとはオリーブの実がなるのを待つのみと思ったら、実がなるまでは10年かかると言われてるので、その10年まではこの葉っぱを切ったものをお茶にしたり、あとはオリーブのサプリメントで使われてるので、そういったところに下ろそうかなと思ってます。コロナ禍での移住をきっかけに始まった農園作り、家族一丸となっての奮闘が続きます。千葉県のとある山林、そこに建築中の小屋が。関西から移住した正也さん、80坪の山林を80万円で購入。テント生活を続けながら小屋を建てています。土地を購入したのはおよそ2年前。まだ小屋は完成していません。去年の春から、まあ、ここだけで住み始めてるんですけど、まずちょっとその春の間はこう快適で楽しいテントをまず満喫してたってとこあります。あ、なるほどね。すぐ小屋に建てるんじゃなくて。土地購入後、雅也さんはまず小屋を建てる準備のためテントを張りました。その後屋根を作り、生活用品を揃えていくと、自分だけの快適な空間が出来上がりました。しばらくはテント暮らしを楽しむつもりだといいます。ここでテント生活を始めて1年後、ようやく小屋作りに取り掛かりました。大学時代に小屋暮らしに興味を持ったという正也さん、一度は就職しましたが退職、今の生活を始めました。自分の生活を動画で配信、税金も含め月にかかるお金は4万円ほど。小屋作りで最も重要なのはこの設計図。テント生活中にじっくりと時間をかけて練り上げました。几帳面、そして完璧主義という正也さん。しかし、斜めのカット間違ってます、まあね、そんなね、初めてですからね、うまくいくわけないです。うまくいかないですよ。なぜ彼らは小屋暮らしを選んだのでしょうか。千葉県の山奥、ここに小屋を建てたのは和弘さん、33歳。去年の夏、草木が生い茂る50坪の山林を50万円で購入しました。北海道から車で移住し、そのまま小屋作りを始めました。
これが建てた小屋。あ、そうです、今まだ途中なんですけど、はい、この小屋建築中と言いますが、みんななんか木とかで作るじゃないですか。あ、はい、なんかこれ途端ですけど。そうですね、これはあの今ウッドショックで本当は木で作りたかったんですけど、はいはい、木が3倍から4倍になってるんですよ。あ、そんな高いんですか。はい、世界的に木材が不足し高騰、小屋の世界にも影響を及ぼしていました。足場によく使われる単管パイプを柱の代わりに使用。土間を生かした部屋は6畳ほどの広さです。土地には竹が大量に生えています。竹は捨てずに保管していたといいます。外にはソーラーパネルを設置、電気代は0円。生活用水は雨水を利用するため水道代も0円です。小屋には竹を燃料にすることができるストーブを設置。和弘さんの手作りです。土が温まりヒーターになります。なんかちょっと暑いくらいだね。はい、暑いくらいだいぶ火力が上がってきた。調理はこのストーブでできるためガス代も0円です。和弘さんは地元北海道の高校卒業後、東京の機械メンテナンス会社に就職しました。しかし仕事が合わず退職。その後携帯電話の販売を始めましたが、人と接するのが苦手だったため断念。その後も仕事を転々、どれも長続きせず地元に引きこもる生活をしていました。そんな和弘さんが唯一ずっと続けてきたのはブログ。載せているのは大好きな電子機器などのいわゆるガジェット情報です。そこで活躍してくれるのがタフネススマホでございます。タフネススマホだったら好きが高じてついには YouTuber に。藁にもすがる思いで、もうこれしかないからこれを頑張るしかないと思って始めたんですよ。うん、そしたら毎月1万円ずつくらい収入が増えてって、うん、まあ、1年後には月収10万くらいになったんですよね。はい、収入は多い時で月100万円を超えたといいます。しかし好きで始めた YouTube でしたが、次第に投稿数も減少、収入が減り始めました。先が見えない不安に押しつぶされそうになった時、和弘さんは小屋暮らしに新天地を求めました。食器だけだったらまあ1万円くらいあればなんとかなるんで、じゃあ月に1万円稼げば一応死なないっていうまあなんとかなるかなって思ってますね。ある日和弘さんの小屋に小屋好きの仲間が集まりました。近況報告や情報交換をするため時々集まります。達也さんがくれたロケットスタン、これで調理を。え、そうなの。和弘さんと親しげに話すのは吉田勝也さん36歳。吉田さんは9年間小屋暮らしを続けている小屋暮らしのパイオニアです。バンキシャが吉田さんに初めて会ったのは3年半前。50坪45万円の土地に小屋を建てて暮らしていました。仕事クビになって、でまあ次の仕事を探さなきゃなと思ってたんですけども、うん、ちょっと働きたくないなっていうのもあって、うん、会社の人間関係に疲れこの生活を始めた吉田さん。その後吉田さんの生活スタイルに惹かれた和美さんと結婚、2人で暮らし始めました。1年ぶりに吉田さんの小屋を訪ねてみました。
結婚して1年半、二人は以前と変わらずゆったりとしたペースで生活をしていました。こちらの部屋で暮らしていましたが、あ、物置ですよ。今は隣に新たな小屋を構えました。天井の高い部屋、広さは4畳半ほど。以前は一組しか布団を敷けませんでしたが、今は余裕で二組の布団が敷ける部屋になりました。優秀なトリマーとして活躍していた和美さんですが、働く気力を失い結婚を機に退職。そんな和美さんが工場でアルバイトを始めました。1年半ぶりに働く気持ちになれたのは吉田さんの存在が大きかったといいます。もともと彼が別にね、働きたくないなら働かなきゃいいじゃんみたいなスタンスでいるから、まあ、その辺本当に本当に気が楽で、休んでる時に癒されたというか、そういうスタンスでいてくれてたのが一番大きかったかもしれないです。仕事で疲れて帰ってくる和美さんがゆったり入れるように露天風呂を作りました。しかしサイズも大きいしお湯たくさん使うんですよ、ね、あと露天風呂だからちょっと寒い時期もあんま入れなくて、結局まあ失敗作というか。そこで知り合いからシャワー室にも入る小さな浴槽を教えてもらいました。和美さんの反応は、あ、じゃあもう大活躍、使ってます。いいですよ ね、 めっちゃいいですね。仕事ね、帰るとかね、はい、全然疲れの取れ方やっぱ違いますよね。朝6時、仕事に出かける和美さんの姿。おはようございます。いつもこんなあれ早くから、朝は弱いんでちょっと辛いんですけど。できます。1年半ぶりに仕事を始めた和美さん、その顔は生き生きとして見えました。小屋の脇に1台のリヤカー。9年前、吉田さんはこのリヤカーでこの地に荷物を運び小屋暮らしを始めました。小屋も小さいの一つ建ててこじんまり暮らすんだろうなと思ってたら、結構なんかでかくなっちゃいましたね。人生に悩みながらたどり着いた小屋暮らし。今彼らのような生き方に憧れる若者が増えています。